皆さんどうもピーマンです。今回作る侍ジャパン3人目の外野手は中日の選手平田良介を作っていきたいと思います。ここまで筒香そして秋山と作ってきましたがね、どれもいい選手作れてないんで、ね、筒香に関してはお前誰だよっていうレベル、秋山もそうだけどね、いやいや今回3人目の平田はいい選手作れるようにね、本家に負けないように頑張っていきたいと思います。じゃあ選手を作っていこう。まずは、利き腕設定は、右投げ、右打ち、平田同様ね、守備位置は外野手。んで、フォーム設定は、平田は、スタンダードの73番が、このパワープロでの、フォームになりますから、73、73、73、73、73、ありました。うん。で、球団設定は、中日ね。で、持ち込み相手はね、何作ろうかな、パワーがある選手とはちょっと違うんでね。まあでもそこそこ打てる能力もありますしね。どれにしようかな。どれ持っていけ。とりあえずプロ入りカード。プロ入りカードと、迷うな、迷うな、迷っちゃうな。ヒーリングカード。この2枚で作っていこうと思う。レッツサクサクセス。ステージ、ワンワン。やってきた。初期能力はこんな感じね。いやいや、今回作る平田は本当にもう最高のね、本気に負けないような、理想的な平田を作っていくつもり。体力がいきなりダウン。ありがとう。だからね、病気持ちがプロ野球選手になれねえって頼むから俺の意見を聞いておくれ。病気持ちがなれるほどこの世の中うまく回ってないんですよ。今回はヒーリングカードを持ってきたからね、無地パネルで、たまに体力回復するね。回復してくれ。今回復するんだ。そういう時してくれないっていうね。どうでもいい時回復してくれる。おー、ハテナマスで回復。からの、おー、赤パネルが輝きを失っていく。しかしもう意味はないね。おっしゃ、ステージ1これで終了。いや、いきなり青マス踏みまくる。いいね。体力ダウンがありましたけどね。気にしない気にしない。全然気にしない。めっちゃ気にしてないよ。全然気にしてないからね。気にしないで。あなたたちも。体力行く。いいね、最高だよ。これでこれ、これを待ってたんだよ。病気持ちはプロ野球選手になれない。当たり前ですよ。道歩いてて普通にね、体調崩して体力下がるやつは病、ね、無理なんですよ。諦めなさいと一つ言いたくなっちゃうね。これはガッツだな。ちょっとガッツに合わんとね。ガッツかも、ガッツかも、ガッツかも、ガッツかも。イエース、ナイスガッツ。特殊能力、初級丸いいんじゃないでしょうか。俺は好きよ、ファーストストライクから振り回す選手は。いいなと思ってるよ。大体力回復、いいね。ヒーリングカードがうまく働いてくれてるよ。素晴らしい。今のところは順調、順調、順調。いい流れは続いている。宝箱がありますよ、踏みに行こう。うん、チャンスし、ありがたい。おお、体力超回復、最高。で、守備力超人ね、ノー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 。まあ確かにね、守備もいいですけど、打撃打撃、とにかく打撃だよ。もう前回見てないやつは作らないからね、打撃能力がしょぼくて、なんか守備能力がいい筒香なんでね、誰だよお前ってなっちゃうでしょ。俺はそんなのもう作れない。それを作らないために今頑張ってやってるからね。どうしようかな、もう一回シャッフルマス踏もうか。カモン、近くに来い。おにぎりマス、カモン。どこに来た？あ、上か。うわ、マイナス。マイナスマスに囲まれてるという地獄っぷり。ここは地獄だ、間違いないね。どうしようかな。これ踏みに行こうか。オッケー。走力マスね。で、最後こっちのマス踏んで、これで終わり。ステージ3も終わり。いや、バランスはいいよ、バランスはね、今んとこ。バランスはいい。ただ、弾道を上げたい。まだ弾道1のまんまだからね。今んとこ、秋山もそうだけど、筒香も弾道1だからね、俺が作ったね。俺が作ってきてる選手、ここまで全部が弾道1なので、これひどすぎる。パワー強化カードを拾った。ブスが降りてきた。あ、よし！はい、ブスハメ成功。ありがとう。はい、体力回復。えいゆー。ブスハメ。ハメちゃう。ブスハメ。レッツゴー。もうドリンクだからね。あいつの本体ドリンクですから。ドリンクが今喋ってたからね。宝箱欲しいな。取りに行かないと。マイナスマス踏むのは痛いが、まあいいでしょう。行こう。おー、無地パネルが青色の輝き出し。そして、輝くウルトラソウル。イエーイ、最高すぎる。えい、弾道上がった。弾道2になりましたね。おー、ミート力が鍛えていってる。おー、無地パネルで体力回復しまくり。いいね、いいね、いいね。踏め、踏め、踏め。全部踏みなさい。踏みなさい、笑いなさい。いつの日か、いつの日か、幸せになれるじゃろ。よろしく。いいね、青マスが輝きまくり。おー、もう全体青っていうね。全体青という幸せ。シャクルマス踏みましょう。赤はもうほとんどないからね。踏んで踏んで踏んで終わりだね。どうしようかな。こっちから行こうかな。踏んで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 。お、ヤキマン来たよ。どこに来た？あ、そっちか。遠いな。会いに行かんよ。下手に行ったら逃げられるからね。よっしゃ、終わり。
で、最後、ステージ5でめっちゃ強くなる。プロ入りカード持ってきてるよね、今回。だからもう、プロ入りカードを持ってるためゴールする必要性はないからね。選手失敗もない。最後に化け物を作る、俺は。よろしく。宝箱まず取りに行こうか。あ、横あるね。おにぎりマスも横があるし。最高。無地パネルも体力回復あるかもしれないね。ブスが降りてきたぞ。ムシムシムシ。体力6回復いいね。無地パネルで体力回復しておくれ。頼む。あー、しないのか。お、体力回復。いいね、いいね。それいいね。ちょっとここまでパワー不足ではあるからな。おー、また体力回復いいね。かもかもかも。レッツゴー。はい、パワープラス4。パワーがもっと欲しい。最低パワー D は欲しい。平田パワー C くらいかな。パワープロだと多分。それくらいあると思うんでね。戦士かも戦士かも戦士かも。誰だ。高橋周平総力7。ああ、青パネルが全て赤くなっていく。オーマイガー、人生のジエンド、ありがとうございます。体力回復、無駄な体力、もう幸せになることはできないのに。そんなの分かってるのに。補給4アップ。うん、どうしよう、もう何もできませんよって。はてなます。宝箱、宝箱が上に来た。レッツゴー。行こう行こう行こう。ブス無視してね。もうありがたいありがたい。どうせもう旅しても意味ないからね。よし。よし。カモ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 。何？パワー超人で。ミートか。いや、ミート B の73。わー、もう何もできないっていうのが悲しすぎるね。下手にハテナマス踏んで、これプロリカード落とすのも嫌だからね。あとはもうここに時間潰すだけですよ。うわ、何この回復してんの。腹立つわ。ねえ、終わり際になってめっちゃ体力回復するようになったら終われないんですけど。はい、終われ。はい、これで終わりね。はい。うわー、パワーがもっと欲しかった。理想的な戦士、平田っぽいよね、ちょっと。パワー以外はね、こういうイメージなんだけど、俺の中では。うわー、悔しいなー。もう本当に無地パネルじゃない、青パネルが全部赤マスに変わらなければという感じではございますが、はい、これが僕が作った侍ジャパンの平田良介になりますね。ミートは素晴らしい。しかし、パワーはない。しかし、その他の能力は、バランスよく、オール D という感じで、なかなかいいんじゃないでしょうか。特殊能力には、チャンス C、初級丸、逆境丸持ちでございますね。ほんで、月崩しも持ってますから。ただ、パワーがね、やっぱパワーいいじゃないんですよ、平田は。そうじゃない。逃げた本塁打も打ってますからね。E ではない。最低 D は欲しかった。あー、悔しい。本当に悔しい。あと、いや、これでも、まあでも、ちょっと理想に近づけた感じではあるけどね。ようやく、まあいいんじゃないっていうのを、自分でちょっと納得できるような、そんな選手を作れたんじゃないかな、今回は。今まではもうそうじゃなかったからね。あ、こいつはクソだ、あいつはゴミだ、ゴミ箱に捨てるタイプの筒香だとかも言ってきたからね。まあ、今回ようやく、まあそれなりに満足できたかな。ちなみにパワープロでの平田はこのようになってますね。バランスが整ってる。やはりバランスですね。特殊能力も対左投手 B などと、広角打法持ちでもありますからね。素晴らしい。本当に素晴らしいでございますよ。うわー、惜しかったな、本当。パワーがちょっとね、D やら C やらあれば見栄えが変わってきたと思うんだけどね。まあ、でも本家とちょっと今回似た感じで作れたんじゃないかな。OK、 今から私が作った平田良介をオートペラントで回していきたいと思います。5番固定でね、本家のような成績を出せるのか、そこに期待して回していこう。じゃあ行こう。1年のシーズン開幕じゃ。1年のシーズンが終了いたしました。果たして私が作った選手はどのような成績を叩き出したのか見ていこう。今期の侍平田良介の成績は、アープンダラダン。どうだどうだどうだ。オーマイガーオーマイガーオーマイガー。本家合意来たんじゃないか。平田は確かまだ一度も3割打ったことない選手だよね、シーズンで。おおお、本家合意来ちゃった来ちゃったかもしれないね。見ていきましょう。打率は3割1分7厘。もうこの時点でにんまりにんまり。で、561打数の178安打。2塁打15本で、3塁打0。本塁打6本。俺の持ってる平田良介のイメージは11本から13、15だな。このイメージを持ってる。これは少なすぎる。打点は65打点。得点圏打率は高く3割0分5。で、盗塁などは9個。成功率は7割5分。平田は確か盗塁そんなしない選手で、確かし、通算成績が7個じゃなかったかな。1年で抜いちゃいましたね。で、出塁率は3割6分1厘。OPS は7割3分7。あ、低っ！
低い。あ、ちょ、あんましゃあない。長打率が、長打力がね、この出塁率、この打率でこの OPS ってことは相当、相当長打がないってことだよ。んね、ちょっと悲しいではありますが。おー、いいんじゃない？いいよね。これ、いい、最高だね。うん。この選手でございます。平田良介を作ってみたが。ま、ちょっと OPS が低いような気がするんですが、出塁率 OK。打率 OK。最高 OK。OK。じゃあ今回の実況はこれにて終わり。今回は侍ジャパン3人目の外野、平田を作ってみましたが、なかなか良かったんじゃないでしょうか。次回もね、また侍ジャパン4人目の選手を作っていく予定でございますので、そちらお楽しみに。じゃあグバイ、また会おうぜ。